あなたからの一問一答、心を込めて答えます。バジリスクの焼き鳥です。ジューシーで絶品ですよ。ランドソル丸々一つ持っていっちゃいます。王宮から抜けた、なんでもありません。もちろん美食殿のギルドハウスです。キャルちゃんの耳をムニムニすることです。キャルちゃんには内緒ですが、実はですね、植栽用の魔物植物を屋根裏で育て始めました。みんなで仲良くご飯を食べられる世界です。美食をとことん追い求める美食村づくりですかね。見果てぬ夢ですかね。今年も私と一緒に楽しく冒険してください。たくさん答えてたらお腹が減りました。そうだ、一緒に何か食べに行きましょう。